はい続いての番外編テーマは初デートで見てほしいゾンビ映画ということなんですがあの、はい、いいですかはい僕はね初デートで見てほしいゾンビ映画というのは思い浮かばなかったんですがはい初デートで見たゾンビ映画があるんですよあるの <laughs> あるのよあの一個言っていいですかはい初デートでゾンビ映画見ないです、うん、普通うん <laughs> 世の人々は、うん、きっと見ないと思います。うん、そうなの。はい。でも見た人がここにいたのはちょっとびっくりしましたけど、<laughs> うん、じゃあ早速ちょっといいですか教えてもらって。しかもよりによってえっ、ー、と資料の原田。<laughs> なんでだよ。<laughs> <laughs> 本当だよね。なんでそんなのコメントで言ったの。<laughs> しかもすごいシーンあるのにこれ。<laughs> あのね、あの本当当時。何歳ぐらいの時ですか。 えっと、何歳だ19歳とか二十歳とかそのぐらいだったような記憶があるんですがまあオタクあるあるで、はい、世の中の全ての人はゾンビが大好きだと思ってたの。世の中の全ての人はゾンビが好きだからゾンビ映画に誘ったら喜んでもらえるだろうなと思ったんだよね。 それで当時もう公開が終わりに近づいていて、はい、上野でだけまでやってたのかな上野テリトリーじゃなかったんだけど、うん、上野まで誘って女の子と資料の原綿を見に行って、はい、僕は興奮してんのよ、うん、よかったもう,もうサムライミのね、うん、サムライミ監督の出世作ですよねわぁ、うん、ーって思って <laughs> 噛んだ噛んだっていうあの謎の声とか聞こえてきてーとこう 隣で彼女のテンションがどん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 下がっていってるんだよね気づかないんだでもそのおたけのやつっていや気づかない気づかないですよ気づいてあげてくださいもちろんそのことはねこの後にどんまいとしか言いいようないですよ市場の腹渡」ーが公開されるんですけど、はい、それも僕は好きな女の子を誘ってないんですよ本当に嫌がっ これそのナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、はい、ゾンビその後飼料の餌食っていうのがあ,るんで、ね、あ,ありますね飼料の餌食も,もしかして女の子と言ったね行かないでよ行かないでよだよねだめ <laughs> です嫌われちゃうなんか多分噂であいつ初デートでやべえの連れてくぞって <laughs> <laughs> そうだよね回っっちゃいますよずっと今ならなんかツイートとかされてるよね <laughs> されちゃいますね でもうリプライに「あ私も連れてかれました」って集まってきちゃいますよで。で初デートでゾンビはありかなしかで炎上しちゃってね。ゾンハラします大,大炎上しちゃって <laughs> <laughs> ゾンビハラスメントしてますゾンビハラスメントだよね、はい。いやでも私「サムライミー」はほんと最近見始めたっていうか、うん、っていうのも最近「ドクター・ストレンジ」。はい、はいい が上映今も上映されてるんですけど、うん、それが「サムライミン」やってて「死、はい、料の腹渡」だったんですよう完全に「うん、ド,クドクター・ストレンジ」が。はいはい、でもう一回「死料の腹渡」見直したんですけど何ちゅう映画ですかねこれもう。<え><や>どっち<や>どっ先に見たの?「死料の腹渡」をの腹を昔見て「見てで、ドクター・ストレンジ」最近映画館で見て。 あ、もう一回ちょっと見てみようってことで。もう随所随所に、資料の腹綿。<laughs> まあ、自分の作品だから、あれだけど、が、を入れてたよね。入れてましたね。うん、資料の腹綿は、あの、まあ、おじさんの記憶なんですけれども。はい、やっぱすごい映画が来ると、とてつもなく怖いと。うん、でも、どうも笑えるっていう。 あのドリフでいうところの「志村後ろ後ろ」みたいなお約束の笑いがあってうん、うん、あんまり、あのー、スプラッタ描写もすごすぎて笑ってしまうっていうので、うん、当時スニークプレビューっていうのかな、はい、その何の映画かを教えずに結構いろんな人に見せたんですって、うん、で結構その時におばちゃん方も多くて。 おばちゃんが最初はこんな映画何よっていやなってたんだけどそのうちちょっと後ろ危ない危ないっつって,ってあら来るわよ来るわよ行っ,ったじゃないのよって,って最終的にはどっか盛り上がってで映画会社もこれはいけるっていう話を聞いたよ。そうなんですね私結構まあ人体破壊描写もすごかったんですけどすすごかったですね。 一個結構トラウマ級のシーンがあって、うん、まあ最初の悲劇というか、うん、女の子が森で木に侵される。うん、はいはい。うん、はえ、頭の中どうなってますかってすごい、侍にやばって思いました。あれは当時の彼女はどういう顔で見てました <laughs> どんな表情であ,れあのシーンは見ればいいのかなって。 いやー隣で僕は受けてたわけで、ね、<laughs> え消<っ>えた、ってなって、消し、ね、たかみたいな。だからねこれはあの資料の原形って日本語が結構出てくるって言われてるんですよ。あの、えー、叫んでる声に日本語っぽいのが聞こえて、えー、でそれは未だに解明されていない部分はあるんだけど、やっぱりあの日本の文化っていうのはかなり外国に影響を与えていて。はい 日本が最初かわかんないんだけどちょっとエロアニメみたいなもので「不朱物っていうのがあるじゃないですか変な「不朱」が出てきて女の人が、はい、みたいなジャンルだから「城の原型のあの木には」っていう時にこれ「不朱物の系譜なんじゃないかと」の影響なんじゃないかと <laughs>、うん、だから「あなるほどそこから来たやるね」みたいなことを思って、えー、で<本>横で女の子はドン引きっていうね。 あれは目で覆いたくなるシーンなんですけどす、ね、隣りお月さんこうしてたんですね、うん、やるねやるねって <laughs> これはもう単純に痛そうしか思わなかったですもう痛そう全部痛そう,うひどいねあれは怖かったねあれは怖いあれあれね資料のハラハタミュージカルになってるの知ってる 何え嘘なってるなってる知らない外国でミュージカルにして結構おけたらしくてどう歌うのあれで日本ではねミュージカルになってえっ、ー、とあの光源氏の諸星さんカーくんが主演でしたよ、はいはい、僕見に行ったあのまあ青いシャツの男の人ですうんうん、えー、やってたやってた であの手が半分ゾンビになっちゃって自分で一人で「ああ」ってこういうのやってたよ。<laughs> <laughs> あっていうのやってたよ。そういう映画って舞台にしちゃうともうコントみたいになっちゃうでコントでした。コントでした。コントとしてだから「資料の腹渡」も「2」とかはもう完全コントで「3」はもう完全になんか違う映画になってた記憶がある。のは3は、はい キャプテンスーパーマーケットっていう映画で、え名前変わっちゃってるんですか、うん？もうコメディだった。笑えるかっていうとそんな笑えないんだけどね。<笑>,笑えないコメディほど辛いものないですよでも。うんなんかねなんか独自の世界観を持ってるんだなサムライはっていう世界だったかな。まあ、でも発想と爽快感をすごい与えてくれるなっていう監督ではありますよね。そうだったね。はい 今回のドクター・ストレンジも見ててすごいす、ね、あ気持ちのいい監督だなって、うん、結構そのホラー映画の監督がああいう大きなあの予算の映画を任されて成功するパターンと失敗するパターンがあるんですよね、はい、だからサムライムはその成功例ですよねいや大成功だと思いますね<う>はいじゃあ私の、えー、初デートにおすすめしたい ゾンビ映画。初デート私もちょっと感覚ずれてるんで合ってるかどうかわかんないんですけどこちらですねジャンゾンビの中心でで愛を叫ぶです。うん、はいこれは2019年に日本で公開されて割と最近の公開されたのされましたされましたあそうなん劇場公開されたんだ、はい、されてますけど多分そのちっちゃいところだと思うんですけど 僕見ましたよ見ました、うん、いやいい映画だったあ本当ですか、うん、よかったいい映画だったこれはもうほとんんどゾンビ出ませんなんか今まで作品紹介してこれをあんまりゾンビ出ないって言ってたけどそれよりさらに出ない映画でまあちょっとタイトル聞くとふざけてるなとは思うんですけど夫婦2人いてちょっと女性のね 妻の方が、もう別れたい。旦那と別れたい、離婚したいっていう風にずっと思ってる中、急にあのゾンビが世にはびこってしまって、お家であの救助を待つ。お家で隔離するみんなで。で救助隊を待つっていうことになってしまったんですよ。だからワンスチュエーション映画ではあるんですけど、その中でこの2人 もう別れたい、もう結構終わりかけの夫婦だったのにどう修復していくのどう生存していくのっていうお話なんですが何やらこの妻が「警官っぽいんですよああもうタバコ吸いたいわ」って旦那が言うんですよ。で嫁は吸ってないと思ってるから家にタバコがないと思ってるのに奥さんが棚からタバコ出してきてほらって。で「えお前タバコ吸ってんの?」 まあ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 、まあ、みたいな、うん、からちょっとちょっと距離が縮まるというかそれでなんか知らないけどどんどん愛が深まっていくんですけど結局この映画って愛とは何かが執着点なんですようん、うん、本当の愛って何みたいな、うん、だその,あの結末に結構びっくりするというか、うん、なんか人によってはほんわかするのか 人によってはめちゃくちゃ怖いって感じるのかハッピーエンドなのか胸クソエンドなのか本当人によって変わる作品だなって思いますね、うん、これは。これだからあるよねゾンビ映画ってさそのゾンビに囲まれた断末魔の世界っていうのが人によって何のメタファーかっていうか何の象徴なのか暗情なのかっていうのが、はい、ねそれ映画によって違うと思うんだけど。はい ナイト・オブ・ザ・ビング・デッドなんかはベトナム戦争とかそういうのがあると思うんだけどこの映画の場合はそのその絶望感というのは愛の倦怠期っていうのかな恋愛のその冷めてしまった期間っていうのをゾンビに囲まれたかのような断末魔の世界そこからどう復活していくかどこそこからどうお互いを知っていくか愛を取り戻していくかっていうのを描いてる。 ゾンビの世界を愛を失った倦怠気に照らし合わせてんだっていうのが非常に面白い視点だなと思いましたそうなんですよね、うん、なんか結構最初の方あこういう入りか、うん、なんか退屈しそうだなって思うんですけどもう見れば見るほど うん、ちょっとうちの親に見せたいなとかいろいろ思ったりとかいろんな意味合いをちょっと親に見せたいなって思ったりとかそのこんてか私たちにも照らし合わせてしまうような描写なので、うん、ちょっと倦怠期なカップルが見たら気まずいね気まずい逆にだから、うん、逆に初デートでじゃあいやー初デートでこれかー <laughs> 店に行った方の本気度が試されるっていうかそうですね「重いっ愛思も、愛をも俺らこんなになってもこの二人みたいに、うん、ま,また元に戻るよな」みたいな <laughs> 見せつけですよね思、うん、思ってう <laughs> こういうカップルいっぱいいたと思うんですよこのコロナ禍でリモートが増えてい、うんうん、私の周りの女の子たち男の子たちみんなコロナ期間で別れちゃっててあらあら。 その理由が、うん、みんなリモートになってお家にいてあいつの嫌なとこしか見えなくなっちゃって、うん、でもこれって逆じゃないですか逆に一緒にいるからこそ分かってくる部分が、うん、好きになる部分が出てくるっていう、うん、この逆っていう展開もこのコロナ禍にすごい最適な映画だなって思ったから、うん、なんか映画館じゃないですね規模的にこれを見るのは。あ、分かる、はいうん そうね家でさ前半はちょっと他のことしながら見ちゃうんですう。で途中、途中からお「おおってこう入り込んでいく、うん、でラストに「あっ!」ってなるやつだね。ラストはずーんとまあだからゾンビ映画のバリエーションも、うん、あこういうものもあるのかとちょっといささか驚きました。うんうんはい、どうですか今こんなにゾンビの幅広がってますけど。逆に今 多分思うのは、で、この監督なんか本当は恋愛映画を撮り,りたかったのかもしれないけれど、うん、これゾンビ、今度ゾンビ映画を作りますよって言った方が、今、企画の号が出るんだと思うんだな。ゾンビですから、うん、あ、ゾンビね <laughs> うん、うん。っていう。安心、ゾンビなら安心っていう。数字を持ってんでしょう。ゾンビがやっぱり。大食いとゾン、ラーメンとゾンビは数字を、うん、ラーメンとペットと、 ゾンビは数字持ってんだと思う <laughs> すごい組み合わせ、うん、じゃ。この三つさえあればなんかとりあえずえー、テレビだったらラーメンとペットだよねゾンビがワンちゃん飼ってラーメン食べてればいいじゃないですかそれテレビの企画だね視聴率すごいくなるとか、うん、それではついに、えー、今回紹介する前飯とゾンビ映画ラスト一本となりました どうですかお月さん。いや僕ねいろいろ他にもあったんですけど、うん、でもやっぱりもう一回出していい？やっぱりいいあもうれれこれやっぱりこれだと思うよ。全然これに始まりこれに終わると思います。あなんか映画紹介としては初めてだと思うんですけど、一 <laughs> 回原点にまた戻るんですね。うんやっぱりそう結局そうだと他にもね。うん。 えっと、僕が昔、えっ、ー、と、書いたゾンビ小説、ゾンビについての小説を。はい、モーニング娘さんが、えっ、ー、と、えー、ミュージカルにしてくれたことがあって。えっ、ー、と、それが、うん。ステイシーズ少、少女、ステーシーズ少女、再殺う、過激。2012年にあったんですね。えっ、ー、と。大月さんが書かれた。そうです。それで。 えっと田中玲奈さんや鞘師木里恵さんなどがこうの頃ですね。はい、うんうん、<ー>でうんこれが本当に素晴らしいゾンビモノで良、はい、かったんですけど、再演もされないし DVD はあるんだけど、あ,あるんですね。ほぼ配信もないと思うのであるのかな。幻じゃないですか。幻なんでね。へ<ー>なのでステージズどういうお話なのかでも聞いている。えっと十。 えっと自分で書いてて忘れたんだけどなんでえっとね少女だけがゾンビになる世界の話 <laughs>、はい、ええー、面白い少女だ十四歳から十七歳ぐらいの少女だけだからモーニング娘さんではいはいはい、はい、えっとなったんですけど少女だけがえー、っとゾンビになる世界でっていう話ですねええ<ー>うんその少女ゾンビのことをステイシーって呼んで、はい、ステイシー再殺部隊っていうのが作られて え、そのステーシー舞台、ステーシーたちと少女再殺舞台の戦いを描いた。<ー>まあ、どうかしている話なんですね。どこのモーニング娘, <laughs> 娘版は、本当に素晴らしいです。<ー>えー、鞘師里保さんを中心に、気まぐれ絶望ありがとうっていう曲を歌うんですけど。これは本当に。 ハロープロの隠れた名曲ですね。え、そうなんだ。うん。<ー>素晴らしい,いでもなかなか見る機会がないんで、普通にやっぱりもう一回僕はゾンビが出てるぞ。出た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 ゾンビ。<laughs> これがいい。もう見,見なきゃですこれは。これはもう<点>本当に何度も見直しているんですけど、まあいくつもバージョンがあるからね、何度も見てるんですけれども。 もうね、一時期年90年代の中頃かなんか映画を見ることに飽きてしまってあーなるほどたまたま、うん、もうつまんないって映画ばっかり見ちゃった時があって、うんうん、もう嫌になっっちゃって、うん、ありますよね、そういううい時期、うん、もう映画なんか見ないと思ってでもう,もう見ないと決めたんだけど最後にじゃあ最後にもう一度だけゾンビを見ておこうと思ってみたら、うん、やっぱりとてつもなく面白かった。<laughs> でなんかやっぱり映画っていいなと思ってもう一度映画をたくさん見ようと思ったきっかけにもなったのゾンビですよ、ね、うんやっぱもうすごい大月さんを突き動かしたのがこのゾンビ映画最初にね「ゾンビ」を教えてくれたのがねもう亡くなった歌手の桑名正弘さんという方がいらっしゃってね。はい えと「セクシャル・バイオレットナンバーワンとか歌ってた方なんですけど、はい、大阪弁で結構やんちゃな感じの方だったんですけどその方が昔ですよ昔この「ゾンビ」が公開された時に、えー、テレビかラジオに出て、はい、でそこで「桑名さん最近何か映画とか見ましたか?」って言っ、ね、い,い,のい,い,のいい映画見ましたか?」ゾゾンンビビがええななって言ったんですよ。<laughs> で,で,でその時にスタジオから失笑が起こったの。 もうそんなゾンビなんていうものを見るやつは相当もうなだそんなもんは映画と認めないみたいな風潮だったからもう失笑が起こったそして視界にいも笑っちゃったのに「ゾンビですか?」とか言ったら桑名さんがちょっとムキになって「いやゾンビはええでゾンビはえんや」って言ったんですよ。 でその時の桑名さんのちょっとキレた感じとか、うん、あこの人本当にゾンビっていう映画いいと思ってるって伝わったのねで見なきゃいけないと思ったのね、うん、それであの映画が怖,映画館怖かったんだけどゾンビを見に行ったら、うん、本当にいい映画だ <laughs> 僕はでもこれをね変な言い方なんですけれども全然わそんなに若い人出てないんだけど、はい、ある種青春映画として見たんですよ。 もう全てがあの自分の理,理解できない、うんえー、ものに取り囲まれて、うん、そこでも生きていかなきゃいけないっていうのは、うん、当時高校ぐらいでまあね、うん、ちょっと,、えーとえー、相手も自分を理解できないし自分も相手を理解できないっていう年頃なんで、うん、もう追い詰められてるような気持ちの中でうん、うん、それでも生きていく生きていかざるを得ないっていうのは全部この。 見ていて、あゾンビから襲われましたね、うん、か青春のへそ感みたいなものとかね、うん、それはいくつになってもあるじゃないですかうんそういうのを教えてもらったような気がするなぁあと、うん、どうにもならない状況でも生きろっていう熱いメッセージよねそれはすべてのゾンビ映画が持ってますよね、うん、持ってますね,、うん、ねまず生き残るがまず一個の 太い題材ですからね、うん、ゾンビは、うん、ゾンビ映画はでもし生き残ることが無理だとしてもえっ、ー、と生きようとした姿勢だけは見せろ、うん、っていう熱いメッセージをゾンビ映画はいつも教えてくれるねうんうんうんちょっとぜひ皆さんあのゾンビのこのルーツというかもうここからゾンビは始まったんだっていう映画を今日紹介してもらったのであ,<ひ>あの似たようなタイトルの ハチモンがいっぱいあるから気を付けてねあ79年ですねゾンビゾン,ビ79ゾンビジョージ・ A ・ロメロのゾンビです、はい、<っ>ですあの本当ゾンビ映画って本当一文字しか違わないみたいなパロディーをいっぱい作ってる,いっぱいあるのよ。私も何度かそれで食らってるんで、うん、はいじゃあ私ですかね私の最後の作品いきますじゃじゃん新幹線です はい。2017年公開のこれは韓国映画で私あの韓国映画を全然見たことなくて強烈ですねこれ僕も実は最近見たんですよあ本当ですか、うん、強烈だね強烈強烈これはまああの釜山行きの、えー、新幹線に乗ってたらそこで、えー、ゾンビが発生してしまった大量に。 どうするみたいな話なんですけど新幹線っていう,こう時速300キロで走っているワンシチュエーションの中でいかにうまくゾンビと戦うかゾンビと隔離するかっていうこの戦いがものすごく面白くてこれぞまさにゾゾンンビビだなっって思ったんでですよどこで人間とゾンビ戦わせるじゃあ走ってる新幹線にしようって言って感じも天才だなって タイトルシーン。これはまあ日本の題名なんですけどうん、うん、し新しい感染でで、すからねで。私ここちょっとイラスト描いたんですけどまあ今とても話題になっているマドンソクという俳優さんがえ出てて結構た確かこの作品でドーンと人気が出たんですけど体が大きくて超強いおじさんなわけなんですけどこうすごいなと思ったのが手にガブテープね。 ぐるぐる巻いて、うん、これならゾンビが噛んでも大丈夫ってやるんですよ。うんうん、アホだと思って。<laughs> アホだよね。むちゃくちゃ強いんだよね。そう。もう,ね、もう、うん、まあもうマーベルでいうとハルクみたいな感じでうん、うん、どんどんこう投げ倒してこぶし、こぶしですよ。こぶしで行くっていうその戦い方、もうゾンビ戦い方大義。い結構みんなも会話したことあると思うんですけど。 どうするゾンビ出たら、うん、何の武器使うみたいなうん、うん、学校とかで話したことあると思うんですよ、うん、私だけかもしれないんですけどこれ持ってたらバール最強じゃねみたいなそういう話とかする中で新しく私のアイデアがもう一個インプットされましたもん<お>このあガムテープねって <laughs> ガムテープ前時きいいんだってこれ最強じゃないって思いましたゾンビもあのなんだろうな アメリカンゾンゾビとと比べると結構怖くないですかあそうなんだろう東洋のゾンビ怖怖いいん,です、ね、なんだろうあの,東洋の,ゾンビの方が関節の曲げ方がこん,なこんな人とか出てくるじゃない人とか。 あんまりそのゾンビはこういう感じとかなんだけどこう,こういういびつな人が多くてあれは J ホラーとかの影響なのかなとも思ったけどね。何か,か J ホラーってカクカクってこう動いたりするし韓国のホラーも結構こうにに J ホラーと似てるというか、うん、カクカクって動く。うん、あれつもロケ先さ あの、こ,こあの、ちっちゃい女の子いたじゃない。はい。あの子、怖くなかったかね。ね。ね。ああ、いや、ね。子役の子って、どんな気持ちなんですかね。ねいや、本当にね、ね、うん。ケアが大、大事ですよ。うん、<laughs> 大したもんだよね、また、うまいしね、うん、あの子が。そう、うまい。結構、不意打ちくらって、感動するんで、この作品は。 だからゾンビが苦手な人は見れないかもしれない結構ゾンビ出てくるんでこれは残酷描写がね。結構残酷ですよね特にこの「う,うわ!」って「ワールド OZ」みたいな感じで「うわ!」っていっぱい来るんでん大量のゾンビがしかも速いしもう自分の体骨折してもいいみたいな動きしながら来るからすごい怖い。 そういう暴走する列車の上でのアクションとしても面白いもんね面白いですね、うん、もうっやっぱどの映画にしても電車アクションは面白い面白いね、はい、い電車アクションで日本で一番好きなのだとあれですもんあのー、ビーバップハイスクールですもんビーバップハイスクールかああの電車のシーンみんなこうおおお落として落としていくやつはい <laughs> もうあれは日本で一番好きな電車シーンあ,あでもラムさんなんかビーバップハイスクールなんてものすごい昔の映画でしょもう,もう,だもう父親が小学生って言ってたんでそうだよねはいもう俺らで言うと勝新太郎の兵隊ヤクザとかそういう何それ。いやもうそう <laughs> 大昔の大晦日になると必ずやる映画ってい、ね、<laughs> うなんだそんなんんんだもんねそうかそうなんですよ なんでちょっとアクション好きな私にとってこの新幹線はとてもいい素晴らしいゾンビ中のゾンビって感じのする映画でしたね。韓国映画が面白いって教えてくれたのもこの映画でした。うん、はい。ゾンビ映画を見るに与えてあのー、一番楽しみにしているポイントなんですが、例えば人体破壊描写。 なのか、うん、なぜゾンビが出来上がったのかが一番楽しみとか結構好きなのはあの悪目立ちゾンビを探す <laughs>、うん、いるんだよねいますね、うん、なんかなんか主張してくるゾンビいるんだよねあいつ演技すごいやたらとやってくるなっていう、うん、な,なんなんいいよっていうそのさ、うん、すっごい上手い動きのゾンビとかもいますしあいる <laughs> なんか。 韓国武踏とかやってただろうなって人いるじゃない、たま <laughs> にこう。磨きれすぎてる、こう、こう、な、なんか。うん。あ、なんか。ちょっと。森山未來さんみたいな。<laughs> 言うたら。やってたでしょっていう人。<laughs> うん、うん、いるいる。あ、気になるよね。謎に光ったゾンビはいますけどね。うん、あとゾンビ映画見たことないだろうっていう。あのたどたどしいゾンビもいるじゃない。<laughs> はい ちょっと下手な動きのゾンビそ,そういうゾンビは意外に「いやいいよいいよ」いいよって思う。あ普通本来ゾンビはそういう動きだって思う。ゾ、うん、ゾンンビビ映画見ないいいでゾンビ演じるのはえっと「ウォーキングデッド」が出る前は、はい、やっぱりゾンビ好きの、えー、と監督とかがエキストラにあの指導してたんだよね「ゾンビの動きっていうのはこうですよ」って言ってう、はいうん、こういうふうにそうするとその監督のなんか動きなんだよ。あー 俺現場で見たこともあるんだけどさこんな感じですって言うとこう全然ゾンビ映画見たことない人とかこう真似するのよ、うん、そうするとみんなその動きになっちゃう <laughs> どうでもいい細かいことあこの映画のゾンビはこの以前あったこのゾンビが好きでやってんなっていう動きだから新幹線のゾンビとかはあれやっぱり打ち合わせがあったと思うのよ、うん で今までの、うん、ゾンビの「さあどのゾンビにしましょう」って言って「うん、J ホラー」とかあの辺のこう体が変な逆関節になっちゃってる辺りの、うん、あの辺りのリアリティ行いきましょうよって言って、うん、おそらく俺ねその本当にこういう武の人を呼んんできたと思うんだよね、うん、本格的な動きうまい,うまいほんと怖いマジで噛まれるって思いますも、うん見てて。そうなん だからお気に入りのゾンビを見つけるって楽しいと思う推しゾンビ推しゾンビやだ <laughs> 名前も知らないけど <laughs> うん、推しゾンでバタリアンみたいに名前つければいいねあ、そうだよ <laughs> 結構、あだ名つけるのはありだと思う <laughs> 新しいゾンビ映画の楽しみ方あるあるゾンビと戦う時に、うん、何の武器が最強かこれって未だかつてやっぱまだ 決まってなんだと思う?。銃はなしですね。銃ダメなの?。銃だめ。日本、あくまで日本で。武器っていうか、まず武器がない場合は。は。ホームセンターとかでもいいです。うん、いや、まず武器ない場合。うん、都市空検で戦わなきゃいけないという場合は。はい、どうだろう、何の格闘技がいいかってい。あ、まず格闘技から。うん、あのね、うんはい、フランスのね。 あの靴履いた状態で蹴るのが前提のサバトっていうのがあるんだよね。サバト。うん、あれは靴履いた状態だから結構いいかと思うよね。蹴りうん、蹴り主体。へー。ね、私やれる自信ないな、<laughs> 蹴り。サバトと、ね。あとね、空手だとね、うん、フルコンタクト空手、極心空手みたいなこう間合いが近いのは危ないんですよ。はいはい、はいはい。 まままれれるちゃいます遠い前から一気にスパーンってやる方が強いと思うわけよ。でここにこうなんかトゲ状のものとか持ってメリケンサックみたいなのって頭を一突つきでついてサッと去るんだったらば多分うんそうね伝統派空手っていうのかな、はい、全空連ルールの寸止め空手の方がいいと思うんだけど <laughs> え、まってあのね大月さん僕ね50代後半なんですよ、はい、50代後半でこういう話をしてる奴はもうダメですよ。<laughs> 我,我もしゾンビと戦わばっていうことを考えてるやつはもうダメなやつですよダメですかでも考えますよやっぱりうん、うん、大月さんはまず、うん、まずそれも考えるわけよまずは武器ない状態は武器ない寸止めで寸止めだからこううんあの遠い間合いからスパーンっていうのがいいんじゃないのかなはいと思うよ次たくさんゾンビいた場合どうしますか <laughs> そうね、やっぱボクシングはいいと思うよよけよけながらただこれもののゾンビがどどタイプかによるよるるなほだから新幹線のゾンビとか全力で走ってくるじゃない <laughs> 走ってきますねあれドーブ・ザ・デッドくらいからなんだよね全力疾走ゾンビ昔のゾンビはヨロ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 ,ヨロ来たんだよ、うん、で要は歩く死体ですからね意思、うん、はないっていう、うんうん、でも時々フェイントがあってさえっ、ー、とね ゾンゲリアだったかサンゲリアだったかサンゲリアだとどっちでもいいって言えばどっちでもいいんだけどサンゲリアっていうホラーはね泳ぐゾンビが出てくるの水中ゾンビ水中ゾンビ水中ゾンビえどう泳ぐんですちゃんとどうやって泳いできたかな こうやって水中、こう、こうやってきたから。ゾンビはあの和式泳法で立ち泳ぎできてほしいね。立ち泳ぎ。うん、えー、なんかもうこう襲来の時のさ、はい、あの、あの武士みたいにさ。こうやってこう立ち泳ぎでどんどん。やだー。センスとか、まあいいや、で、なんだっけ。はい、<laughs> ごめん、なんだっけ。<laughs> ゾンビ別戦い方が変わってくるって。ことかだから、うん、ば、まあ、走ってこないゾンビだったら。はい、結構、あの、いろんなことができると思う。 で相手が走ってくるゾンビだと、うん、やっぱりあれじゃない猫ひろしさんんが強いいじゃないどういうことむちゃくちゃ走るの早いからさ <laughs> そっちあ<ー>いやうんじゃなくて。しかも遠距離で来るとうやつらはそんなに遠くは来ないから永遠と走ってこれる走れる人が強いから猫ひろしは強いよ。 なるほど。相当強い。まさかの猫ひろしさんが最強説がゾンビ映画で出てくると思う。じゃあ、あちょっと一個いいですか。うん。私思いついた、ちょっと究極の選択。うん。ぱって答えるだけでいいんですけど。うんはい、恋人が。ゾンビ。に噛まれたら、どうしますか。それね。うん、これ、それなちょっと。それな。どうしますか。素手で戦う大月賢治さんに聞きたい。<laughs> 私が。 人間じじゃゃなくななくる前に殺して…が多いじゃないですかあんな化け物になる前に今人間のうちに殺してよっていう展開がよくあると思うんですけど、うん、それねいやそれはそれはラムちゃんの見解をこそ聞きたいよ私は無視してゾンビになってから殺します殺人鬼になりたくないから <laughs> あそう人殺しになっちゃうんで。あそうはい ごめん、もうちょっと耐えてって言いますね多分だって食べに来るよバンあもうだからううだーっーてなってグーって来たらもうそこでバンッ<ン>あのよみがえるまで待つあの、こうザーって死んでグーって来るまで待つそれでバンって死んだところでボンってやる多分でもぐ,んぐる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 に縛ってよみがえってほんとにゾンビなのを確認してから頭打ちますねうん それよねでその時は銃銃でやるまあ銃じゃなかもその時もさ銃持ってないですもんね武器,武器何がいいか問題で恋人がもしゾンビになった時にどう殺すか問題もあるわけだから確かにただねいろいろ、ね、ゾンビ映画で見てきたんだけどあの品川さん品川少女の品川さんはあれ言ってたねこう、えっと、ミットで頭を押さえて。 こうナイフでこ,うここから刺せばいいんじゃないかっていうこうやってこれが早いんじゃないかい確かにで僕ねあのねほとんど話題にならなかった映画なんだけど邦、はい、画でね、はい、一本見たのがあれがうまい子がいるんだよね薙刀の得意な女の子でその子がもう薙刀で遠間からパシッて首を切るわけよあそれいいな <laughs> 真面目に 語ると、まずヌンチャクはダメだね <laughs> ヌンチャクはダメですねヌンチャクはもうフランフランしちゃってダメだと思うので、うん、で、やっぱあれあ頭を刺すと死ぬあ、もう頭潰すか切るかうん、切るの大変らしいよねぇ、大変そう切るの大変だって超大変そうどうしたらいいんだろうとやっぱりこのぐらいの長さのうん。 もう持ってこれでこうこうやって近づいてきたらここら辺のでブスブスっていうですか。それか私は手足かな狙うとしたら。手足を落とす。落とす。歩けないように。なかなか大変らしいよ。<laughs> 大変そうですよね。<laughs> 大変らしい。ちょっとあの皆さんの意見もぜひコメント欄にお願いします。いや、マジかなこれはね毎回そうなんですけど解決しないんですよね。何の武器持つ問題。 そうで,でも十がいいんじゃないかな十がいいんですけどやっぱ日本は銃銃ダメだからなそうなんだよね改めて大月さんはいどうですかジェ,ジェネレーションギャップは感じましたいやー感じますねうんやっぱり思う以上に時わ経ってるなと思ったんだけど <laughs> うんやっぱり「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」「ゾンビ」この辺りは 抑えるとさらに面白くなると思うんですよね。あ、ここから来てるのかっていうのを分かってね。うん、原点を知るっていうのは、ただまあ一つ言わせていただくと、あの飼料の払わったは、うん、あの私は好きですけど絶対見ねえよって言われますよ。女性からは。あ、そう。はい。うんうん、あのそれは大月さん十九歳の時に気づくべきでした。 そうなんだよな<ー>何度も失敗してから,な <laughs> だから本当にゾンビ映画って死者が死者が蘇ってだけじゃないんですよ。うん、その蘇ってきた死者の群れっていうのが何を意味しているかっていうのがはい、はい、それこそなんか戦争であったりとかね、うん、なんかうん青春であったりとか。うん 恋愛の倦怠期であったりとかするんだけれど、うん、絶対に、あのー、見ていると自分に来るものがあると思うんですよ。それは生きていく中で絶対逃れられないものででもそこから生きき抜かななゃいけないけんだ、えー、ともし生き抜くことができなくても、えー、と生きようとした姿勢だけを見せなければいけないんだ 真面目なこと言うんですけどゾンビ映画って教えてくれるんですよね、うん、あと、その絶対に理解できないと思っていたゾンビとちょっと心が理解心というかなあのコミュニケーションが取れるっていうパターンのゾンビ映画も結構あってありますね、うん、そ,そういういいパターンすすごい好きです、うん、それはこの分断の世の中の中でもうどうにもコミュニケーションが取れないんじゃないだろうかという、うんうん、人、思想。 うん、主義でもそういうものとももしかしたら何か愛を入れるポイントがあるのかもわからないっていう前向きな可能性っていうのもゾンビ映画を教えてくれると思うんだよね。大事なことは全部、えー、ゾンビ映画が教えてくれます。あもう一回言います。人生に大事なことは全部ゾンビ映画が教えてくれます。これは間違いない。 皆さん、今日はありがとうございました。さようならー。このチャンネルでは、オカルトを楽しく学べます。チャンネル登録、お忘れなく。